にちは、ふらっといこかです。はい、今日はね、宮間区にあるお化粧品屋さん、さあ北川さんにお邪魔したいと思います。はい、あのね、小物もたくさん揃っているそうです。はい、そんなお化粧品屋さんです。宮間区の、ね、入り口、ちょっとメインストリートかななんですかね。あの、結構人通りも車通りも多いところですね。あることで、あの入り口にあります。わかりやすいところですね。わかりやすいですね。はい、そんなあのサンキタガワさん、ちょっと覗きに行きたいと思います。はい、一緒に行きましょう。はい。こんにちは。あ、小物がちょっと並んで。いっぱいあります。いいですか、見せてもらって。あ、ラフリーなものがいっぱいありますよ。すげえ可愛い。もう見つけちゃった。どうしよう。たまらんね、これ。にゃんこ好きですね。にゃんこ好きですね。つい見ちゃう。ワンコもいる。そんなこうちょっとしたね、小物が置いてありますね。靴下とか、洋雑貨とか、ハンカチとか。いや、かわいい。見てください。尻尾がついている。ちょっと広げさせてもらう。あ、名前はめっちゃラブリー。かわいい。可愛らしいですね。お化粧品屋さんっていいんですよね。うん、ちょっとしたプレゼントにもこんな選べるといいですね。スカーフとかもあります。たくさんありますね。はい。そうですね。あ、ちょっと。あ、お洋服も。はい。あ、言いたいことわかりますよ。なんとなく、はい。ここら辺ですか。ここら辺ですかね。ありましたよ。これはエプロンですね。知っています。ここの方はみんなエプロン好きですよね。はい、エプロン売れますか。はい、みんな出ますか。はい、エプロン戦闘服なんですね。こういうこれもエプロンですよね。そうです、エプロン。まだワンピースみたい。ワンピースみたい。こういう可愛いエプロン持っているそうです。エプロン好きですよね、皆さん。今度エプロンでロケしますか、一回。ねえ、すぐるぐらいエプロン好きですね。ね、いっぱいあります。やっぱりエプロンはなくてはならないアイテムですね。そんなね、こう化粧品もたくさん並んで、はい、ちょっとね、サプリメントとかもあるんですね。はい、ドリンクとか、はい、サプリメント、ちょっと美容サポート飲料書いてありますね。栄養不足がちな夏、バテないおすすめ上面。これなんですかね。あ、カンカンやと思っとったら紙パックなんですね。はい、これは何ですか。これは長命草と言います。はい、長命草。はい、ドリンクみたいですね。はい、はい、どうしようか。あ、試飲できるんですね。そう、綺麗なお姉さんが持ってきてくれました。はい、長命草試飲ができるんですね。はい、いただいていいですか。はい、どうぞ。すごい可愛い、あの、はい、グラスに入れていただきました。失礼いたします。いただきます。長命草パワーベジタブル長命草。そうなんです。ほう、1日長生きすると言われてるんですけど、与那国島で取れるこういう葉っぱなんです。はい、はー、これですね、ディスプレイの。はい、これをドリンクにしたもの。はい、あ、いただきます。いただきます。あ、なんか香りもなかなか、なんかね、いろいろフルーツも混ざってますよね。はい、やっぱりリンゴの匂いがする。いただきます。あ、全然飲みやすい。なんか青汁みたいな印象がこう見通してあるんやけど、全然飲みやすい。はい、飲んじゃった。本当だ。なんかこれで半日は飲みたかな。半日くらい。ホットクレンジングなんですけど、はい、よかったらもう直接試してみませんか。あ、いいですね。試しますか。言ってください、言ってくださいよ。はい、試してみましょう。じゃあお邪魔していいですか。あ、の方が絶対いいですよ。あ、手の甲を借りしてもいいですか。手の甲を借りてください。はい、これでちょっとご自分で伸ばしてみてください。はい、伸ばすの、はい、くるくるする。混ぜてください。どうですか。あ、暖かくなってきた。じわっと暖かくなるんですけど、じわってだいぶ暖かい。そうなんです。本当や。お肌の中の水分と触れ合うことで、うん、あの暖かさが出るんですけど、よかった水分があって。はいはいはい、毛穴の奥とか細かいキメの奥の汚れまで全部出してくれるんです。ああ、そうなの、ね、この暖かくなることによって。はい、洗い流してください。洗い流
話に、はい、こうかけていいですか。はい、どうぞ。はい、すごく暖かくなってきた。嬉しい。暖かい。どうですか。あ、なんかツルツル取れてないかと思うぐらいだけど、すごくツルツルになりました。はい、あ、やら嬉しい。あ、ありがとうございます。右と左比べて。あ、本当だ、見てください。わかりますか。右と左、血流が良くなるので。あったかいことによって、はい、出るんですね、はい、透明になりました。見てください、こんなに。わかりますか。嬉しい嬉しい。見てね、すごいですね。これは今流行り、ヒット。はい、今人気ですね。今大人気。大人気です。なんて言うんですか。ホットクレンジング。ホットクレンジングです。そのままなんですけど、これいいですね、はい、ホットクレンジング全然違います。なんか気持ちいいですよね、これ。あったかくなってくるから。はい、もっとあったかいんですけど、はい、お風呂出てからのお化粧水の吸い込みが全然違ってくるんですね。そうなんですね。はい、これはいいです、おすすめですね。はい、これはどこから。これはベネフィックから。ベネフィックから出ている温感メイク落とし。そうです、ホットクレンジングって書いてあります。はい、はい、こういうのがあるんですね、はい、わあ、すごい素敵です。買うものちょっと考えてみませんか。はい、そうですね、はい、どんなものありますか、ね、はい、何にしようかちょっと考えて迷ってしまいますけど、私はもう決めています。はい、私はもう決めています。何にしますか。もちろん長命草買おうかなと思っています。あ、飲みやすい。はい、飲みやすいし健康のために。そうです、これがどんどんあの長生きするね、いっぱい飲んだら一日長生き。そうなんです。なのでね、どんどん長生きする予定なので、このね、長命草買おうかなと思っています。はい、はい、どうですか。いや、あやちゃんは何しようかなって考えてるんですけれども、うんうんうん、何しようかな。何しますか。何しようかな。これおすすめです。私試しただけですけど。いや、私日焼けするんで、多分右手の色と左手の色、うん、全然違うくなると思う。あー、かもしれない。結構健康的に焼けている感じ。真っ黒。うんうんうん、うん、試してみたいなっていうのは、やっぱり夏の終わった今の時期だからこそやらなければいけないことになるんじゃないかなって思って、うんうんうん、ホットクレンジング行ってきますか。行ってきますか。ねえ、ねえ、といいです。本当だ、まだ全然違いますね。ねえ、継続してますね。あ、私もちょっと持っていこうかな。これ干したら出してもらっていいですか。私はこれをリンク。そうですね、私はワンパックではちょっとあれなんで、1ダースぐらい買ってくる。12個かな。いりますよね。いりますよね。1個じゃちょっと3日じゃないですか。3日しか長生きできない。ねえ、1ダース買ったら12日長生きできる。そう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 、じゃあ欲張りなんでね。これちょっとなんか4パックですね。4パック買おうかな。はい、まやちゃんこれ買う。やってみたいです、うん、そうしましょう。はい、そうしましょう、はい、じゃあいいですか。はい、ありがとうございます。はい、これを4パックです、ね、うん、はい、はい、2590円。はい、わかりました。はい、このカードお持ちですか。はい、持ってます。はい、ありがとうございます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お預かりします。見てください、エイジレスビューティーって書いてあります。ドキドキしますね、これ。嬉しい。はい、ありがとうございます。またポイント貯まりました。ありがとうございます。じゃあ私はこのホットクレンジングで黒い肌がどれだけ白くなるか試したいと思います。ということでお願いします。はい、ポイントを貯めて、はい、お預かりします。行きたいと思うのでお願いします。はい、ありがとうございます。どれだけポイントも貯まるかな、どれだけ白くなるかな。はい、どうもありがとうございます。ポイントも貯まりましたよ、じゃじゃん。さあ、ということで、はい、ちょっと試してみたいんですけれども、はい、ぜひ、はい、どちらの手がいいですか。右かな、右で、はい、お願いします。こうにつけて馴染ませてもうヌールヌールしてあげるだけですね、はい、そうですね、はあ、本当にのした瞬間にあったかさが伝わってきますね。そうですね、ほかほかします。あ、
思ってたよりあったかいですね。そうなんです。お風呂くらいかな、だいたい40度くらいに思うんですけれども、はい、少しこう伸びが軽くなってくると思うんですけど、はい、それで汚れが浮き出た合図なんです。あ、怖っ。もうなんか初めのぬるっとした感じからなんかサラサラと軽くなってきました。軽くなってきました、はい、うわ、どんなになったかな。私結構日焼けするんですけれども、はい、やっぱり日焼け終わった後とかにカバーするために使ったりとかっていうのもいいんですかね。そうですね、日焼けのそのくすみですとか、はい、汚れも取ってくれるので、はい、毎日使っていただきたいですね。わかりました。じゃあこれを落としていくんですね。はい、洗い流してください。ビフォーアフターがとっても楽しみだ。ムールムール、あったかいのでちょっとね取っていくのが残念なところもあるんですけれども、これで血行も良くなって色も白くなって、顔だと化粧のりもだいぶ変わるということですので、まだ拭いてないのに色が違うのが分かりますよ。じゃあ水気切っていいですか。はい、はい、じゃあきっとねお姉さんも笑うんですよこれ。うわーって言いますよ。よいしょ、どれかな。これが黒い方です。そしてじゃじゃん、明るくなった。じゃじゃん、ちょっとねまだ濡れているので色があれなんですけど、結構フシフシの黒いところがキメも整います。はい、あ、血行がまず良くなりました ね。青白かったのがちょっと透明感が出てきました。変わりますね。顔だと結構変わったりもしそうですね。変わります。ザラつきも全部取れますし、うん、後のお化粧水の吸い込みがいいので、はい、その後もちってします。うん、毎日続けていくとだいぶ変わるということで、ぜひ使ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと体験しただけでこんなに色が違うんですよ。エステもやってるんですけど、はい、よろしかったらいかがですか。いいんですか。ちなみにどんなエステができるんですか。機械を使ってのエステなんですけれども、毛穴コース1080円からやってます。ちょっと夏の間にダメージが蓄積されているので、ちょっと試してみてもいいですかね。はい、ぜひどうぞ。毛穴の汚れを温めて浮かせてくれるんです、はい、小鼻ですとかザラつきが出てきたりとかベタつきも出てくるので、はい、その毛穴の汚れを全部取ってしまうんですよ。そうするとお化粧のりも全然変わってきますし、やっぱりいらないものを全部出さないとなんですね。そうですね、温めて取ってしまうので無理やりこう取るような形だと毛穴って広がってしまうんです、うん、なので温めてこうじわっと取ってくるのでお肌もツルツルになってきます。やっぱり自分でやるのとこうやって機械を使うのじゃ全然違うんですね。全然違いますね。はい、買い物も終わりました。しまやちゃんエステどうでしたか。いやー、もうなんて言ったらいいんですかね、終わった後肌触ってはーってなりましたね、うん、なんだろう、顔が軽いんですよね。いらんもん詰まってたんかなって思ってしまうくらい。よくなりましたよ。よくなりました。だからホットクレンジングもゲットしたので、はい、これで毎日ケアしてください。はい、綺麗になっていくはずなんで。はい、そして私もたくさんこれドリンク入れてもらいましたので、重そうですよね、もうじゃーん、これですね、じゃじゃん、ドリンク、はい、入れてもらったので、ね、今日から毎日飲ませていただきたいなと思います。はい、どんどん長生きします。そんなことでね、今日はでもありがとうございました。三北川さんでは、ちょっとした小物も置いている、流行りのエプロンも置いている、で、化粧品も新しい新発売の商品も紹介してもらいましたし、エステもしているっていうことで、いろいろね、ゆっくり話も聞けて良かったです。ありがとうございます。はい、こんな感じでお買い物してきました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、では長島区に移ってきました。はい、長島 JR 長島駅、長島駅の通りですね。木国通りですね。はい、こっちに行くと紀伊長島のインターチェンジ。はい、ずっとねこの通りにある。メガネショップつもとさんにやってきました。メガネ屋さんですね。はい、そうな、私はねそんなに目は悪くない、まあ、よくもなく悪くもなく、でもまえちゃん悪いね。めちゃめちゃ悪いですよ。視力検査の一番上の C 見えないくらいですか。それ C と違うよね。C と違うんです。ちゃんと名前があるんで、ちょっと聞いてみましょうかね。それもね含めていろんな小話を聞いてみたいと思います。そんなことでちょっとお邪魔したいと思います。では行きましょう。はい、行きましょう。こんにちは。こんにちは、お邪魔します。あ、
やっぱりメガネ屋さんだけにメガネがいっぱい並んでますね。あったんですね、やっぱり。ちょっと見せてもらっていいですか？どうぞ。はーい。私はあんまり目が悪くないんですけど、まえちゃんはどんなメガネが好きですか？ね、普段から結構かけるのは丸いレンズより四角っぽい、こういうのが好きなんですね。こういうのが好きです。そっか。普段こんな感じです、まえ。そうなのね。やっぱり人それぞれこう好みがあると思いますよ。いろいろ。やっぱり銀縁が好きな方もいますし、私逆に銀縁はあんまり自分では選ばないかもしれないですね。うん、私ね、見た感じどんなの好きですか？こういうちょっとこういう紫。いや、紫いろいろあるな。いっぱいあります。形がいろいろ違うので。楽しいですよ、見てるだけで。こんな感じどうですか？ダメ。あのロッテンマイヤーみたいになった？サングラス。黒いのどうですか？マヤちゃん。私がかけるとあれハリウッドの悪役女優みたいになるんで。え、かけるんですか？うん、言ったのに。いや、私も大体悪い感じなんで。そんな。いい人には思いませんよね。どうですか？ほらほらほら、どっちが悪役って言ったらこっちがボスみたいな。あ、すみません、自分らでなんか盛り上がっちゃってすみません。ちょっと気になるものが見つけました。パソコングラス。あ、欲しいんですよ私。最近皆さんこれ必要ですよね、あのパソコングラスって。そうですね、あのパソコン、あるいはスマホを使われる方が、ね、スマホも皆さんパソコン使わなくても一日中スマホを触ってる人いますもんね。やっぱり目に光の加減があんまり良くない、きつい、うん、そういう風に感じる方が多い、はい、それを軽減してくれるっていうメリットですね、はい、青い光をカットするようになってます。こういうのも売ってます。どうですか、ね、結構こうやって見るとデザインも豊富です。色合いとかも超やね、はい、本当にこの種類だけみたいなイメージあったんですけど、そんなことないですね。パソコングラス、いいですね。ちょっと時計もあるじゃないですか。時計もそのうちらっしゃるんですね。はい、時計も、はい、時計、あ、電池交換もしてくれる。はい、はい、800円。あ、安い。電池交換安くないですか？ねえ、頑張ってます。はい、時計も、はい、メガネのつもとって書いてある。メガネ屋さんと思いきや時計もあって、時計もたくさん、はい、でしかも電池交換もしてくれる。あ、ベルトの交換もしてくれるんですね、はい、いろいろ自分の、ちょっと弱ってきたベルトとかも新しくしてくれるし、はい、でちょっとこのベルト嫌なんじゃなっていうのも書いてくれる、はい、って感じですね。あ、いいですね。こんな目覚まし時計も揃っています。なんと今4時44分の時間、なんかちょうどいい感じでしたね、今。いい感じの444って揃えていました。そうですね、今、はい、ここにね、補聴器っていうのも見えるんですけど、補聴器も取り扱ってるんですか？はい、ね、今店に置いてるのは少ない、そんなにたくさんない、うん、補聴器ってそれぞれ耳に合うものを作ってもらったので、はい、最近はオーダーというのが多いと思うので、聞こえ具合に合わせて、聞こえ具合と、そう、耳の形と肩取りをしましたね。それで作る、肩取りとかもあるんですね。それでしてくれるんですね。そしたらぴったりフィットするやつが作ってもらえる。本当にいいじゃないですか、はい、耳の聞こえも人それぞれ違うし、形なんて絶対違いますよね、耳の中の形状とかも絶対違うので、あ、そういうのでオーダーメイドされるんですね。でから、あの、よかったらどうぞってね、こう相談に乗ってくれたりするのね。いやー、嬉しい、ね、そうなんですね。いいじゃないですか。いろんな発見もありつつ、ね、はい、いろんな発見もありつつ、もちろん目の検査もしてくれるんですね。はい、メガネ屋さんですもんね。はい、いや、こんなん見てると全部欲しくなるくらいなんですけど、うん、でも今一番必要やなって思ったのは、うん、私パソコンでゲームするって言ったじゃないですか。あ、ゲーム好きなんですって。めっちゃゲームするんですよ、はい、だからあの本当にパソコングラス買おうかなって思ってたんですよ。はい、いいじゃないですか。気になるなって思いながら。今2種類あります。こっちのは2500円、こっちのは3500円。こちらの方がちょっと出しましょうか。枠が、ね、軽い。へー、赤い縁好きって言ってませんでした？赤い縁ばっかり買ってる気がする。あ、赤かわいいですね。うん、
しょうか、ね、あ、家買ってるじゃないですか、怖い持っていただいた、いいですか、全然違う、持ってみていいですか、こっちが、こっちも軽いけど、こっちの方が弾力が、うわ、びっくりした、うん、めっちゃ曲がった、はい、すごい、本当だ、結構違います、手に持ってみると一回やってみますか、こっちが、ふい、で、こっちが軽いって言っていただいた、ほい、あ、違う、違うかも、ね、本当ですね、なんかあ、私可愛い四角やし、もう大好きな要素ばっかり詰まってますね、うん、大好きな要素ばっかり、かどうですか、じゃーん、あ、メガネ、いいじゃないですか、似合っています、似合っている、いや、買っとこうかな、本当にね、うん、家帰ったらもうアホかっていうくらいパソコンの前なんですわ、私ゲームするんですって、ゲームめっちゃするんですよ、大好きだそうです、本当に、はい、目も悪いしパソコンの前やし、これ以上悪くなってどうすんって親にいつも問やされるんですけどね、買っとこうかな、ね、いいと思いますよ、お買い上げさせていただこうかなって思ってます、うん、パソコングラスちゃん、はい、買いかけとこ、せっかくやし、じゃじゃん、うん、仕事で疲れる人とか、やっぱりパソコン作業する人とかも必要ですよね、絶対いると思います、社会人の方々とかもね、はい、リーマンさんとかいい、じゃん、楽です、はい、じゃあこれにしますか、はい、はい、買っちゃおう、軽いのやっぱ嬉しいですよね、長時間かけていると、うん、じゃあこれをこのかわいいかわいい赤い子お願いしてもいいでしょうか、はい、はい、では、そうしましょう、かけ具合を合わせておきます、かけ具合、かけ具合ですね、ね、かけ具合、そうです、ね、かけ具合ってどんな感じで、ここの曲がり具合、とか幅とかね、へー、よろしい、はい、じゃあじゃにゃん、私ね、顔っていうかね、頭ちっちゃいんですが、ほい、はい、じゃあこういうメガネの、曲げたり調節っていうのはやっぱり資格持ってないとできないものなんですか？あ、一応資格は、まあ、私は持ってますけども、ね、まあ、認定メガネ師、はい、登録書って書いてあるやつかね、メガネ師さんって どんなことできるんですか？眼鏡師と呼んでいただけます、あ、眼鏡師認定眼鏡師登録書っていうのがね、ちゃんとあります、はい、すごいですね、素敵、うん、SSQえってめっちゃすごいんじゃないですか、よく分かってないんですけど、はい、そうしておいてください、あー本当にそうやって曲げてくれるんですか、ほんまにも、結構食っていきますね、温めれば大丈夫、なんとでもなる、はい、人それぞれやっぱり頭の形も耳の形もありますし、じゃあちょっとかけてみますよ、どんだけ変わるんやろ、あ、もうなんかこの感じで分かった、すごい、頭ガンガン振っても大丈夫そう、あの耳の後ろちょっと恥ずかしいんですけど、結構ねカーブかかってるんですよ、私すごいフィットしてる感がありますね、もうちょっとですか、あ、大丈夫です、これでも、ね、うん、うん、大丈夫です、すごい、はい、頭ガンガン振ってみましょうか、試しにっていうくらい、うん、ガンってやっても全然、うん、嬉しい、ちなみにすごいあれなこと聞くんですけど、はい、ここって買ったことないメガネでも、あ、予想で作れたのでも、あ、嬉しい、本当ですか、じゃあもうなんかメガネかけてる人全員にまず来てほしいっていう感じですね、です、すごいですよ、自分の頭のサイズなど、ね、などなど合わせてやってくれるんですって、私の場合はカーブをきつくしていただきました、これ嬉しいサービスですね、やっぱり使っていくとどんどん広がっていったり、またカーブが緩くなっていったりしますし、そうですね、うん、軽くてもかけ具合が合ってないとね、重く感じたりしますよね、ということでこのパソコングラスを購入したいと思います、いやー、やっぱり自分のね頭の角度、耳の角度にカーブを合わせていただけるとはすっごいありがたいです、ということでお願いします、はい、ありがとうございます、じゃあ、3900円になります、はい、はい、どうもありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、熊野古道カードはお持ちでしょうか、はい、持ってます、じゃあポイントつけてください、はい、お預かりします、はい、お願いします、いいですね、メガネ、ね、どうですか、うん、ちょっと楽しくなりました、はあ、私ね、目の検査してほしいんですけど、いいですかね、はあ、お願いしても、どこら辺だったらいいですか、簡単な検査なら、あ、簡単な検査をお願いしたいなと思います、この辺に立つ、この辺に立つ、この辺に3メートルぐらい、3メートルぐらいなんですね、両眼で大丈夫ですよね、もう免許取りに行くとか、ええ、両眼ですとね、0.7
この辺りちっここれは丸が切れている方向です、ね、ちょっと見えない見にくいこれはどうか、うん、それはね、うん、はい、開いてる方向こっちそうです、ね、かわいいですね、はい、これもわかりますよね、それね、なんとなく上、はい、ひらがなはどうです、あね、りにとりてつ、はい、その下はちょっとわからない、はい、見えない免許はギリギリかも。ギリギリやね。私いつもギリギリって言われるんです。でもギリギリなんかギリギリやで、まだそんなに悪くなってない。はい。じゃあのその一番上のこの大きい C って書いてあるのはなんか名前あるんでしたよね。はい。なんて言うんでしたっけ。これね、ランドルト管と言います。ランドルト管。はい。白絶対覚えれない。で、白ケースの C って言ってましたもん私ずっと。うんねえ、そうでした、ランドルとか、なんかちゃんと正式名称があるんだってそうことは分かっていても名前なんて覚えていない、ランドルとか、覚えておきましょう、覚えておきましょう、でもね、本当に見えない、残念なことに、あら、じゃあもう眼鏡買うしかないんじゃないですか、あるの、はい、はい、まずこれが、ね、はい、ここに顎を乗せてもらって、はい、おでこを前に、うん、はい、で両目を大きく開けたもので、まっすぐ見ていただいてるだけで結構です。大きく目を開いてみてください。そのままで結構です。はい。顔を外してもらって結構です。今のは何をしてたか。遠くを見る大体の度数が分かります。本当ですか。はい、で今測ったのはここに入る。ここにおでこをつけて、はい、ここにおでこを覗く、はい、はい。どうですか？はい。見えます。よく見えます。よく見えます。この辺も見えるでしょうか？おー、見えます。はい、今日はどうもありがとうございました。まやちゃんもいいメガネをゲットして、はい、良かったですよね。はい、そんなことで私もね、目の検査してもらったのでね、なんか良かった、良かったです。はい、津本さんは JR 紀伊長島駅の前連れてきてもらったら、木国通りの中にありますし、メガネも時計も、時計の電池交換もしてくれるそうです。で、補聴器もね、あの自分のオーダーに合わせて、お耳に合わせて作ってくれるっていうことなんでね、はい、そんなことで、そんなメガネとか、時計とか補聴器のご用がありましたら、ぜひ来てほしいですね。はい、はい、そんなことでね、あの今日はいろいろどうもありがとうございました。どうも、あ、ありがとうございます。では、まやちゃん行きましょうか。はい、行きましょう。熊野古道カードで買い物2件してきましたね。してきました。はい、あのね、ここは長島、 JR 長島駅、長島駅の前ずっと来てもらった木国通りの中にある公園に、はい、いろんな遊具もありますね。はい、いろんな遊具もありますね、はい、そんなとこで今日は、化粧品屋さん、はい、宮間区にある三北川さんにお邪魔して、はい、そしていろいろ化粧品のこと、はい、お肌のことも教えてもらって、ね、で私はだんだんドリンクを飲むごとに一日長生きすることになって、ね、もうこれからの放送なんか楽しくなってきますよ。若返っとるみたいな。そう、若返りもあるけど、あの長生きです。長命。それが一番ですね。はい、そうです。1本飲むと1日長生きって言ってましたね。毛穴もキュッてしまうし、そうですね。魔法のドリンクですね、はい、魔法のドリンク。そして、長島区にある、メガネショップ津本さんにお邪魔してきましたね、はい、どうでしたか。楽しかったですよ。ね、いろんなメガネね、あの触りまくっちゃったんやけど、いろいろメガネもね、はい、個性豊かな、いろいろ、はい、ね、あれもサングラスもありましたし、あの高級なメガネもありましたし、ね、びっくりしましたね。こんな高級なメガネ、いいメガネがありましたね。いい感じのメガネ、はい、そしてね、あのゲーム大好きなマーヤちゃんはメガネも購入しましたし、ね、はい、私は目の検査もしてもらいました、はい、よかったです。
老眼の検査はちょっと怖くてしてもらえない。今度ですね。ドキドキするからやめておいて。はい。そんなことでね、今日もね、2軒行ってきましたけど、楽しかったですね。はい、今日も楽しいですね。はい。そんなことでね、またね、来週も行きたいと思います。はい、ではまた来週、ブラッと行こうか。